WHO って言うんですが、まあ、ダブルなんですよ、はい、これはつまり国連に対する不満と、それから中国に対する不満ってダブルできてるわけですよ。でもともと国連が大嫌いなんで、うん、特にアメリカの保守系はね、国家主権をなんでそんな国際機能しない国際機関に譲らないとダメだって、はい、みんな言うもん、私もそう思います、あそこはあまりちゃんと機能しない団体ですからね、それとやっぱり中国がそれを悪用してるわけですよね、はい、15の団体 のそういう WHO みたいな団体があるうち5つをそれを中国が支配してる牛耳ってるわけですよね、はいはい、特に困るのはハイテックのやつはね、はいはい、それでファーウェイとかが非常に潤ったりして、はいはい、だからそういう中国のその動きっていうのを牽制するためにもこれをやるわけですよね、はい、でも来年の4月だからって言って7月です7月ですよね、はい、だから1年後でしょ、はい、だから選挙終わってからですから、はい、バイデンになれば、これはおそらく覆されます、脱退しないでしょ、うん、バイデンもなんか脱退しないって言ってるらしいですね、うん、でしょ、はい、うん、バイデンはだから国際協調主義なんですか、バイデンは、うん、バイデンはバイデンは自分で何もできないから国際機関に譲りたいだけですよね。あ、なるほどね。あの人ダメな、ね、バイデンのいろんな特徴があるんです。もうすぐバイデンに話が行ってしまったんだけど、バイデンは国際問題 に対して、はい、今まで間違えなかったことがないですね。ああ、必ず間違ってきた。すべて間違ってきた。間違えなかったことがない。ない。ないです。逆進ってことですか。そうです。はい、もう毎回毎回間違ってきた。そうですか。そうですか。はい。はい、もうやばいですね。やばいです。やばいです。だからこの人が外交をやってもらったら困る。と思うんですけど、ね、どうしましょう、そのバイデン氏、バイデン行きますか、副大統領候補の話ありますけど、はい、行きますか、お話の流れで行きます、はいはい、いきなり行っちゃいますか、はい、ほやほやのうちに触れておきましょうか、バイデン氏の女性副大統領候補はライス氏が急浮上となりますが、ダメですか、ダメだこれ、ダメだこれ、イカリアさんみたいになってますね、次行こう、はい、参りましょう、こちらは産経新聞の記事を一部割愛してお伝え